皆様こんにちは。またノーメイクでビデオ失礼いたします。いや、ビデオだけじゃなくて日常生活化粧しないので、ビデオも必然的に化粧してないっていうだけなんですけれども、まあマナーとしてはね、動画配信するんだったら化粧くらいしてくれっていう意見もあると思うんですけれども、もうね、すっピンの露出できるってすごいじゃんって言いたいんですけれども、全然露出したらダメダメよね、これね。ちょっとやっぱりね、肌の状態が良くなくなってきてますね。なんか吹き出物とか、あとこうツヤとかなくなってきてるね。そしてシミとかも目立つしね。47歳でございますから。はい。では、今日も行きましょうか。はい。すいませんね。はい。はい。皆様、ご無沙汰しております。ニューヨーク47歳で妊活中のコリンゴでございます。また久しぶりに妊活のビデオを撮ろうかなと思いまして。こちら、先日ビデオでも上げたんですけど、だいたい1ヶ月くらい前ですかね。もう皆様、前回のビデオを見てくださった方はご存知と思うんですけれども、こちら、アメリカではなかなか入手困難な妊活アイテムでございます。それでは、ダダン！はい。陽明酒でございます。ですね、これ、1ヶ月前くらいになんとか入手しまして、まあ、入手方法はブログや前回のビデオを見ていただけるといいと思うんですけれども、ただこれ1ヶ月前に購入したのに飲まずにまだ封も開けておりません。というのも、私が通っている、漢方薬局の先生から、これ飲んでもいいですかって陽明酒のことを聞いたら、いや、これ一応お酒だから排卵周期の時は飲まない方がいいんじゃないと言われて、ちょうどこの陽明酒が届いた時、生理が終わり頃の排卵期に突入ぐらいの時期だったんですね。で、なんか漢方医の先生に言われたのに飲んじゃらどうしようと思って、その前回のサイクルは陽明酒我慢して飲まなかったんですね。そして、なんやかんやとまたリセットされてしまいまして、先日生理が来ました。今回はね、バースコントロールピルでコントロールされて、きちっと29日で生理がやってきまして、で生理中はまあ飲んでもいいんじゃないかと、ただお酒なのであんまり進めませんみたいなと言われたんですけれども、生理中に飲まない手はないと、もう私47歳、後がない、もう妊活にいいことは何でもやっておこうみたいな形なので、生理周期になりましたので早速飲んでみようかと思います。はい、じゃあ開けますよ。ダダン。ちょっと、お見せするよ。ジェーン、陽明酒出た。これまさにおばあちゃん飲んでたよ。ということでね、この陽明酒を飲んで効果があるか、実はね、私のブログで1ヶ月くらい前に陽明酒のことを書いて、陽明酒をね、そのブログを読んでスタートさせてくれた人がいたみたいで、その方からコメントいただいて、なんか冷え性が改善してきたみたいで、体がポカポカしてますとかっていう話を伺いましてね、これ私ももうホルモンバランス崩れまくっている47歳ですので、今はね、バースコントロールピルでコントロールされてるので生理はまあ普通に来るんですけれども、もうコントロールされてないと24日とかすっごい生理の周期が短いので、なんとしても生理痛を治して、もちろん冷え性も治して、クオリティのいい卵ちゃんを作りたいと思います。では
あのうんちくはいいとして飲んでみましょう実際ね。あ、なんかクリスマスのシャンペンみたい。なんかこうやってシコッとやったらいいんですけど。じゃあ開けますよ。匂いは、うん、なんかそう生薬っぽい、うん、なんかおばあちゃんの家とかにの匂いがする。で、これちょっと飲み方とか読んでなかったよ。ビデオ撮る前に読み方読んどこうよ。あ、妊婦または妊娠していると思われる人は飲まない、あ、医師に相談してくださいって書いてある。まあ妊婦じゃないからね、まだね。妊娠したらドクターに相談したいと思います。授乳中の人もちょっとで、あの、相談してくださいって。うん。でね、あの、飲んだ後症状が現れたらやめてくださいみたいなね。あら、一定の期間服用しても症状の改善が見られない場合は服用中止し、添付文書を持ってあの医師、薬剤師または登録販売者に相談してくださいって書いてあるよ。効果が出ない人もいるのね。あ、服用に際しては添付文書を必ずお読みください。もう読まずに開けちゃった。はい、もうせっかちなのでね。45歳、違う、47歳、時間ないのでね。じゃあとりあえず飲みます。あ、20ミリリットルですね、この蓋にね。で、容器はご使用の都度、はいはい、あの、飲んだら洗ってくださいってことですね。じゃあ飲んで、皆さん、これさ、おばあちゃんマジでこうやって飲んでた飲んでた。じゃあ20ミリいくよ。なんかちょっとブランデーチックだよ。では皆様、妊活に乾杯。なんだそれ。じゃあいただきます。うん、わあ、これチャイナタウンの味がする。あのチャイナタウンのなんか薬局とかに行くと、薬局とかの雑貨店とかに行くとこういう匂いがするし、味って雑貨店食べたことないんですけど、わあ、わあ、うん、飲み切りました。あ、なんか効きそうよ。でもお酒や、本当にお酒、お酒、おー、なんかそうね。だから、うー、私お酒は全然飲めないんですけど、かなり飲んだだけで熱くなってきました。あ、この辺がね、焼ける感じ。あ、なんかロシア人が、ウォッカとか飲んで体温めるみたいな感じかな。ということで、今日からそうですね、飲んでいこうと思うので、効果等もお伝えしたいと思います。で、もうすでに飲んでる方も効果とかぜひコメントいただければと思います。では、これを飲んで妊娠できたらいいですね。そしたらもう陽明主さん、何度も言うけどクレジットよろしくね。もうスポンサーになっていただきたいくらいよ。ということで、そうですね、もうこういうものは3ヶ月くらい、効果が、ね、効果は3ヶ月くらいだと思うので、まあ、どんなもんかちょっと飲み続けていこうかと思います。で、ちょっと排卵周期になる、生理が終わって排卵周期に入るときはどうしようかなと思うんですけど、1日3回みたいなんですね。なんで排卵周期は寝る前にちょっと飲もうかなと。不妊治療クリニックの方ではお酒は、まあ、
グラス1杯くらいいいですよって、もうおちょこ1杯だからね、いいかなと。ああ、で、生理周期は、いきなりね、お酒全然飲んでなかったのに、1日3杯ってあれだから、まあ、1日1、2杯、朝晩ぐらいでいいかなと思いますので、皆様、効果が出ることを、お伝えできればいいなと思います。それでは、特に 今回はこのご紹介だけで、皆様に情報提供はできませんでしたが、まあ、陽明酒が効くかもしれないという情報提供ということで、よろしければ、チャンネル登録もお忘れなく。それでは次回、またまた。